カイラインの歴史はすでに半世紀を超えた。しかし60年代終盤にデビューした3代目スカイラインの人気は未だ揺るがない。箱スカの愛称で親しまれた C10 型スカイラインは今もなお人々の記憶の中で鮮明に生き続ける。ヴィンテージカーのマーケットでは常に高値で取引され、レストアされた箱スカが今日も街を駆け抜けていく。日本を代表する名車である3代目スカイラインに敬意を払いつつ、箱スカを深く掘り下げていこう。後にプリンス自動車工業となる富士精密工業が初代スカイラインを発売したのが1957年。スタンダードとデラックスの2本立てでスタートしたスカイラインはたちまち人気モデルになり、さらに1963年に2代目へとフルモデルチェンジを果たすと、その人気は不動のものとなっていく。1966年夏、日産自動車とプリンス自動車工業が合併する。その当時すでに3代目スカイラインの開発は始められていた。そしてプリンスの高貴な血統と日産の技術力、2つの DNA が混ざり合い、1968年8月、箱スカは生まれた。あらかじめ6気筒エンジンの搭載も視野に入れたロングノーズで端正なボディライン、熟成の進んだプリンスの 1500cc や 1800cc エンジンに加え、日産の 2000cc L20 型エンジンも投入され、スカイラインは箱スカで最初の絶頂期を迎える。フォードはセダンとバンワゴン用の5ドアでスタートした箱スカは、 2000GTR の活躍などもあってスポーティーカーというイメージを強めていくが、その一方でセダンもエステートも優秀なパッケージで非常に使い勝手の良い車でもあった。さらに1970年には2ドアハードトップも追加され、若者からお年寄りまでカップルもファミリーもそれぞれのニーズで箱スカに惹かれていった。